そ即帰国の久保です。えっ、ー、と、今日はね、人の YouTube を見て、人の YouTube のコメント欄を見て感じたことがあったんで、ちょっとお話しますね。それは、アビリエさんの、まあ、あの、エビナシのね、市長が、立花隆さんだったら、公務員さんの給料が2倍になるよーっていうふうなことを中心にお話してる動画についた、あの、コメントなんですけどもえ、公務員さんの給料が2倍になったら、ところを見て、 まあ民間の方がね、それをどう感じるかが楽しみだっていうコメントがあったんですよ。これ楽しみですよね。私はね、2種類いると思うんですよ。相変わらず人の足を引っ張って、人がいい状況になったのをネタも人。要するにね、自分は安月給でやってるのに、公務員の野郎だけなんか何市、何、市役所の職員だけ給料上がって腹立つなっていう人がいると思うんですよ。ね。皆さんの中にもそういう人いませんかで、私はどう感じるかっていうと、前からお話してますけども、え 市役所の職員さん、切るわかんのだったら、市役所の職員さんが欲しがるサービスや商品を作って待っとこう、みたいなね。私はそういうふうに思うんですよ。だから極端な話ね、お隣さんが新車を買い替えたら、じゃあ、おこぼれ預かれないかなって思う方なんですよ。お隣さんがどっかハワイ旅行行ったら、お土産もらえないかなみたいなね。ことを期待して、普段から仲良くしておくみたいなね。そんなスタイルなんですよね。なんで隣の奴らは新車買ってんだよ、腹立つなとかね。 隣の奴らまた旅行行ってなんか浮かれてんじゃねえのかとか思わないんですよ。このね、日本人ってのは足引っ張り成人というふうにね、よく言われるし、皆さんも感じると思いますけども、人の給料が上がっても、あなたが、自分がね、貧しくなってるわけじゃないんで、なんで怒るんだよって話なんですよ。私は、誰でもいいから所得が上がったら、徹底的に嬉しいですね。私と関係ない人でも豊かになるんだったら、え、よかったねーとか思いますよね。で、自分が所得上がったらもっと嬉しいんで、じゃあ、 あの普段行かないような飲食店とかねそれから普段買わないようなものを買ってそしたら買ってあげたらみんな喜ぶじゃないですかだから大盤振る舞いですよメルカリでも一回も私値引きしたことないですよねちょっとちっちゃいことですけどもメルカリで3570円出てたらその金額で即買いますね値引き交渉とかしないですよねでその方が思いを込めて出してるものなんでもうなるべくねその人に利益が渡るようにと思って感じてる考えてるわけなんですよ ま、これはね、私がね、お金がない時から思ってるんですよ。お金がない時から、自分は金持ちになれないけど、誰か金持ちになればいいなとか思ってるんですよね。さあ、そんな感じで、今日はね、人の YouTube 動画を見て、そこにあったコメントで勝手に YouTube、えー、Facebook ライブしてみたみたいなことでございます。それでは、会場のアビリエさん、どうぞ。